ボルボの C70 クーペ、です。で、ボルボの70シリーズの例の前輪駆動の5気筒エンジンを横積みにしたもの、そのプラットフォームとパワーユニット、エンジン駆動系を流用して作ったまあ、スポーティーなクーペに仕上げてあります。ボルボでは30年ぶりのクーペだと呼んでいますが、本当に30年ぶりになったかもしれません。で、日本の市場ではボルボの 70% 以上がワゴンで売れているわけですが、このワゴンとは全く対照的な形のクーペが日本で今までのワゴンのように成功するかどうかは分かりません。で、ボルボの車は比較的窓が大きいんですけれども、このクーペもクーペとしては窓の大きいクーペでして、視界もなかなかよろしいし、前方後方左右ともクーペとしてはうまい視界を保ったものだと思います。ドアミラーのバックミラーですが、ドアのバックミラーはややサイズが小さくて、もう少したっぷりした形のものでもよかったんじゃないかと思うんですが、右側のバックミラーのカーブを2段にしまして、なるべく広く見せよう、要するに小さい鏡でなるべく広い範囲を見せようというので、凸レンズになっているものが端っこへ行くとさらにその凸が強くなってまして、広く見えるようにはなっています。で、内装などは上等な内装でして、なかなか居住する雰囲気はうまく演出されています。で、これも70のセダンおよびワゴンに使ったと同じように木目を木を対応していますが、この木は白樺の木で、他の国の木目材とは違った材料を使ってまして、いかにも北欧の車らしく仕上がっています。で、高速道路で乗った限りでは比較的静かなエンジンで、しかもターボチャージャーで火球をしているんですが、このターボチャージャーの火球の仕方をボルボではハイプレッシャーターボと呼んでいますけれども、このターボチャージャーは実に低速からうまく働いてまして、ほとんどそのターボラグといいますけれども、アクセルを踏んだのに忠実に、作動して、そして火球を行っているように思います。ちょっと加速してみましょうかね。ほとんど遅れは感じさせませんね。このターボチャージのやり方はなかなかうまいと思います。で、乗り味はやや怖め、固めの足回りの設定のような気がします。で、ボルボには共通の特性として、後ろの車輪のピッチング、前はいいんですが、後ろの車輪のピッチングでこうお尻を上げ下げしながら走るような傾向のものが多いんですが、この車にはそういうことがありません。乗り味はなかなかのものでスポーティーな車という印象は乗ってすぐ分かります。で、新しい吸水性のある路面の上を走っていますと、この車のロードノイズが一層高くなります。で、それには訳がありまして、タイヤの扁平率が 45%、 もうそんな時代になったんですね。まあ実用上は 55% ぐらいかと思いましたら、この極めて実用に近いクーペでも 45% なんていう扁平率のタイヤを使うようになっています。もう一つの特徴はハンドルです。ステアリングの仕掛けそのものよりも比較的ギア比が粗く作られていまして、とにかくわずかに振っただけでもすぐ、ソーダリンというんですが、舵を取る車輪を動かすんでしょうね。わずかにこう操作しただけでも、挙動を変えようとします。けれども、幸いのことに前輪駆動のいい方の特性としては直進性がいいので、
少なくとも直進分だけは自動車に、この車に預けておいて大丈夫です。でその直進性の取り戻しもなかなか早くて、今レーンを変えますが、こんな風に、パッパッとこう歯切れよく気前よく、方向が転換できるというのが特徴でありましょうが、神経質な人がこの車のハンドルになれるまでにはちょっと時間が必要かもしれません。で、全体的に乗りいい車ですけれども 1.8 メーターの幅の車となりますと、軽快に走るというよりは重厚に走るクルーザーとしてのスポーツカーのように思います。燃費のご報告を申し上げますと、運輸省の審査値では10-15モードというモードで走りまして、1リットルあたり 7.7 キロという数字が公表されております。我々がテストいたしまして満タン法でチェックしてみますと、1リットルあたり8キロちょうど走っていましたから10-15モードよりも良かったわけで、ございます。それで、普通ターボチャージのエンジンというのは出力が高くなるだけ燃料を食われてしまうというのが常識だったんですが、意外に燃費はいいのに感心いたしました。 10cc1 馬力というのはかなりの1馬力以上ですから、かなりの下級をしているはずなのに、燃費はそれほど悪いものだとは思いませんでした。